三木敦志賞はこれからの活躍が期待される新進作家に授与される日本の写真賞である。株式会社ニコンイメージングジャパンが運営する公募制の写真展会場ニコンサロンの年度賞で新進作家による最も優れた作品に授与される。作家の年齢は不問。1999年銀座ニコンサロン会館30周年を記念して設立。 若手写真家の活動支援を目的とし、ニコンサロン運営委員で、ニッコールクラブ第三代会長、報道写真家、三木敦氏の名を冠した。賞状、聖賞、副賞、賞金300万円が贈呈される。報道写真家、三木敦志、1950年頃。誰でも応募可能な公募制写真展会場、ニコンサロンのロゴ。アメリカの雑誌、ライフで、 日本人唯一の正規スタッフ写真家だったミキアツ氏は1950年に来日したデビッド・ダグラス・ダンカンらのライフ氏の写真家たちにニコンを紹介し世界のニコンとなるケーキを作った。1952年、ニッコールクラブ設立の中心的な人物の一人となり道クラブの理事を務めた。1968年、写真文化の普及と向上を目的として、 誰でも応募できる公募による写真展会場、ニコンサロンが開設される。ミキは運営委員として、1968年の開設から1992年休成するまでの間、運営に携わった。ニコンサロンはプロ、天の壁を取り払い、企業戦略に影響されず、あらゆる分野の優れた写真を展示し、写真展本来の姿を追求する。 作品発表の場として運営された。1974年、ニッコールクラブ第三代会長となり、アマチュア写真家愛好家のサポート、後輩の育成に尽力した。1992年に休九1998年、ニコンサロンは、開館30周年を記念して、35歳以下の若手写真家を対象に、ニコンサロン十七二21と称した公募写真展を、 始めた。1999年、この写真展の年間最優秀作品に対して、三木厚師匠が設立された。章は、若手写真家の活動支援を目的とし、ニコンとの関わりが、深刻、アマチュア写真家や後輩を熱心に指導してきた三木厚師の名を冠した。2003年度から2017年度までは、三木厚師匠奨励賞も併設された。二千十七年八月、 ニコン創立100周年を機に、ニコンサロンの運営がリニューアルされる。ニコンサロンジュナ21は廃止され、若手写真家支援制度として、新たに BEA フォートグラファーが開始された。これに伴い、若手写真家の公募は、ニコンサロンの公募に集約される。この制度変更により、三木厚師匠は、ニコンサロンで開催された、最も優れた、 新進写真家の写真展に対する年度賞となる。新制度による賞の贈呈は2018年度第20回から開始された。審査年度の期間は毎年8月から翌年7月に至る1年間を対象年度とした。翌2019年度第21回からは年齢制限を撤廃。作家の年齢に関わらずこれから活躍が期待される。 新進作家の写真展を対象とした。株式会社、ニコンイメージングジャパンは、ニコンサロンの年間賞として、最優秀作品に、稲ナ・ノブ賞、新進作家による最優秀作品に、三木アツ師賞を、毎年秋に贈呈している。2020年、新型コロナウイルス感染症拡大防止対策として、先行対象となる一部写真展の回帰を、 変更しことに伴い、賞の選考期間を2019年8月から2020年12月に変更。受賞作品の発表は2021年2月上旬となった。受賞者には賞状、聖賞、副賞。特典として受賞展開催後2年以内に、ザギャラリーで作品を発表する機会が与えられ、制作支援金として、 総額300万円を授与される。ニコンサロン選考委員が三木厚師匠の選考にあたる。2020年4月1日付の選考委員は次の5名である。飯沢光太郎、今森光彦、小高美穂、佐藤寺慶港千尋。ありがとうございます。